活してる時は連をする。タワーはゴールドで作るとしよう。ここはもう上げなんじゃねえかな。マジで勝てん、マジで勝てん。これもサポサだし、いやーわー、よー雷神さん、はい、どうしたらいいですか。 TF を使うと D5 までいけるんだけど、リアルタイムのやつやるのが見たいのね。 OK、 はい、うん、相談なんだけど、うん、TF を使うと D5 はいけるんだよ。ああでも D3 とか D4 の壁があって、壁、うん、違うチャンプを触ろうとすると落ちていくの。その繰り返しなの俺のこのさ広角芸って言われてるやつは。勝率一番高いのアニビアじゃないの。アニビアと TF、 TF が56、アニビアが57。俺 TF よりかアニビアの方が上がると思ってんだよね、スタミナ多分。どっちかっていうとTF 難しいから。なぜなら、なるほど、アニビアはさレートゲームまでチャンスがあるじゃん。そうね、 TF はポジショニングがかなり重要になるから、いろいろやりながらやるのに向いてない。で配信やりながらとか、なるほど、リソースをかなり食うから。アニビアはさミッド周りの視界の取れればそこから有利が広がったりするけど、うん、TF だってボットレーン見たりさトップ行ったりさ、まあそうだね、あるじゃん。でミッドで死ななく死んだらまずいし、そういうのがあるから。ゲーム中は毎回状況が変わるから、まあスタミが勝率一番悪い原因はバロンのコールだろうな。あれはひどい。どの試合を見ててもひでえなって思う。たまに配信チラって見て、なんか結構時間経ってるゲームなのに、なんかよくわかんないことしてるから、ああこんなことしてんのかと思って。それはどういう、どういう面で？ワーディングが済んでないのにってこと？そのバロンを触るタイミング、触るタイミングがってこと？バロン触れるのに触らなかったりするじゃん。まずなんかドラゴンに走ったりするの、バロン触れるのに触らなかったりするのがまず第一。これ結構多いね。でなんかバロン触っちゃいけないのに触るじゃん。これも結構多いで壊滅的やな。なんかいやこれは危ない危ない危ないって言いながらバロン触って死んだりするの。何やってんのかよくわかんないんだよ俺。あれ違うんだ、あれね、やあれね、自信がないの、うん、俺のコール、分かる、俺ね、雷神が今言った通りに俺のバロンコールは壊滅的ですって自信があるの、うん、で、俺はやばいっていう判断が間違えてる場合があるの、うん、俺が下した判断が味方が下したコールの方が正しい場合があるから、俺は殴り続けるわけよ、カモをスパンスパンと。へえ。まあ、バロンをやる判断ってさ、まあ、結構いろいろ人によって変わるけどさ、基本バロン最優先じゃん、うん、このゲーム一番でかいオブジェクト、ね、ネクサスの次にでかいからさ、あのオブジェクト3インヒビぐらいか、それよりでかいっつったら。なんだろうな、ジャングラー倒した後とかになんか近くにあるからっつってドラゴン触ったり、なんかファーストタワー狙いに行ったりとか、そういうの、うん、結構みんなタワーはバロン取った後でもってことでしょ、いけますよって話でしょ。うん、まあそうだね、基本は。だって連はすごいんでしょ。レーンは俺はすごい。レーンはあのね、10回やったら8回は勝つ。ボトレーンで8回勝ってさ、負けるのやばくない？普通に。これマジなんだよ。しかもね、結構ボコすの俺、レーンは。大体。普通ボトレーン勝ったら負けんやん。俺もそう思ってんだよ。普通に。俺もそう思ってんの。ボトレーン育ってる試合、普通あんま負けなくない？負けない。でも、その後のね、その後なんだよ。その後に、スワップしてトップタワー折ってミッドヘラルドに出してって動きまでもよく成功するの、うん、その後その後それだけで 3,4 系ぐらい差がつくけど、その後にワーディングが下手くそすぎて適当すぎて、バロンをフリーで取られんの、ドラグとか。なんか場所が合ってたりするけどさ、なんかタイミングが違かったりすることとかもあるからさ、なんかそういうのが細かいところ
サポートのプロのリプレイとか見たことある？俺サポートのフルゲームはない。ミッドのチャンプとかあるけど。サポートのプロのフルゲームはかなりタイミングが参考になるから見た方がいい。サポート見たことないな、そういえば。俺ミッドチャンプだけだ。バニ夫婦じゃないぞ、見るのは。え？バニ夫婦じゃない。フルゲームっていうのは。まあバニ夫婦でも参考になる部分は、まあ、お前からしたら大量にあるだろうけど、うん、もっとなんかマクロ的に動いてるやつの方を見た方がいい。マッドライフは両方が完璧だね。見るのにおすすめ。あ、そこでワードは変え、とりあえず。もう癖なんだけど。それベース出るまでに時間があって、その間のクールダウンがかなり消化されなくなるから。ここなくでしょ、もうここで動く。うん。ここで、ここからだなぁ。サモナーズリフトへようこそ。アウラゲート、ついに。全部行って、全部行って。ティルトしないようにするから。全部行って。ください。出撃まであと30秒だ。まあ、連はどういう感じのマッチアップ勝てる？これは余裕です。余裕？これ余裕です。見ててください。それ見ててください。レインは口出しはするな。俺が見せるから。ポジションそこでブッシュに取る必要はあんまないかな。マジ？まあ。だってフック持ってないじゃん。その相手のスレッシュのスキルってレベル1で、まあ、E か Q かっていうのはもう E 取ってる時点では相手のことクリックしたらパッシブ欄にパッシブが出てくるから、その何持ってるか分かるけど、 E 持ってる状態でブッシュの中に隠れててもそれはプレッシャーがないから。ミニマップから情報を得てる？ちなみに今？ああ今、今イブリンが味方のジャングルの中入ってきたの見た。それわかる、それわかる。なぜピンをしない？ピン？うん。なるほど。なるほど。いや、普通に、なんで？いや、見てないのかと思った俺、普通に。サポートの仕事じゃん。なるほど。なるほど。なるほど。だって、今のでオレソルが気づかなかったら、普通にオレソル死んでるかもしんないじゃん。そうね。普通に。で、ワードを持ってるじゃん。イブリンが入ってきて、ラプター、ケインが勝ってるから、いるとしたらゴーレムにいるわけ。ゴーレムにワードさそう。とりあえず。さっきの時点で。今はもう別にいい。こっからだいぶはないから。その、この後にケインがどういうルートを取れるのかっていうのが変わるから、例えば相手のジャングルの上側に入ってったり、その後ディープワード刺したり、もしくはリコールして下側に来る、走ってくるのかっていう行動が変わるから。そこにワードをさ刺しちゃっていいの？いいよ、だってイブリンその後ボットリンガンクしてこないもん。わかる？ジャングルパスの問題ね。これは上スタートして、うん、で下に来たじゃんイブリン、普通に回ってきて、で、あ、こっちのジャングルの中に入ってきて、うん、で、ゴーレム勝った後に、ボットレーンが引いてる状態で、ボットサイドにガンクは差してこないわけ。リコールして上に行くわけ。うん、なんでかっていうと、下に残ってても枯れるオブジェクトがないから。じゃあそれはね、次に湧くのが上側になるから。レーンを引いてる時だけ、ゴーレムに置きに行けたらしい。あ、そうだよ。レーンすげえ押してるのもどうかと思うけどね。味方のジャングルはトップサイドじゃん。このレーン状況だったからっていう話だけど。これだ、血の匂い。相変わらずだな。全く考えてなかった、僕は今までそんなことは。まあで、まあ、よく言うんだったら、そのゴーレムチェックしに行って、うん、で、いればさ、まあ、それでいいじゃん。いなかったら次トップサイドにいるわけじゃん。今度トップサイド側にピンを鳴らすわけね。そうしたらトップサイド死なないじゃん。っていうのがサポートの必要な動きで。ちょっと待って、それ一気にだな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。いや、全部言えって言うから。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待って、まあもうその俺この状態でもうちょっとそこがもうまずむずいわ。
ああ、電話を押してからのがいい。トリスタナに押させた方がいい。それはバックがいいな、バックがいい、バックがいい、バック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 させろ。ピンを鳴らせ。ピンを鳴らします。ピンを鳴らせ。ピンを鳴らせ。鳴らせんだよ、俺も。まあ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 、バック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 。オッケーオッケー。電話プッシュしてから分かるんだよ。それは分かるんだよ。それは分かるんだけど。今トリスタナがミスった、動きとして。全体で下がらなくちゃいけないのに、入っていくのが良くない。それを伝えろ。ピンでね。ああ。ね、これを押してリコールでいいやんね。ああ。で、相手のジャングルトップサイドでしょ。あの、オレソルの位置を見といた方がいい。なんで相手のジャングル？相手のジャングルがトップなの？ああ、今ボットサイドで全部やってジャングルのクリップがないじゃん。普通にトップサイドにいるだろ。なるほど。なるほど。さっきと同じ話なんだけど、これ。なるほど。ああ。なるほど。そう、ちょっと待ってね。なるほどね。そういうことね。さっき入る前にグロンプの前にワードが刺さってたでしょ、ケインの。で、視界のコントロールができてる状態で、そう。トップ側のクリップを送ってからそこら辺危ないですよっていうピンを鳴らしたいと。そういう話。ああ、赤枠にピンだね。だから。待ってね。パンクしそう。マジでパンクしそう。待てよ。で、今その時間で考えるとボッツサイドだろ。ボッツサイドは下がれるようにするんだよ。お前が後ろに行ってる。ランタン用意でしょ。ランタン投げれるようにしとく。そう。で、そこもビジョンコントロールもう無理だから諦める。味方が上側で動かそうとしてるから。もう下がっとくと。ああ。レンのブッシュとかにもデンジャーピン鳴らしといた方がいい。わかる。自分のレンだよ。トリスターナが気づいてるかどうか。まあそういうこと。話だからな。まあそういうことね。まあその Q だからってことでしょ。ああ。じゃあ ADC とサポートで得られてる情報にはかなりの差がある。基本的には。どんだけミニマップが見れてるかによって変わるから。で、デンジャーピンでしょ。だから今下がるから。デンジャーピンでしょ。わかる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 。そうそうそう。理解はしてるんだよ。大臣さん。で、そこ、連話ワード刺した方がいいな。ピンクでいいだろ、多分そこ。ピンクでいいの？よくない？だって、イブリンいたら見えないじゃん、ワードだって。結局。なるほど。で、前目の、そのブッシュの中、ピン鳴らした方がいいと思うけど。ここ？そこ。あ、もうケインがあっち入ってるから？もっとやばい？うん、そう。で、上ピンク、上ピンク、トリブッシュ。今壊しに行く？ああ、今刺すだけ、壊すんじゃない？ああ、壊してもいいよ。じゃ、ミッドレーンが見えなかったから、ミッドレーンがロームしてきて、フォーマンの可能性があった。いつまでだっても仕掛けられんよ。今仕掛けるタイミングじゃないの。ケインがこっち来たら仕掛けるでしょ。俺それが見えてるから、まあ今上側にポジショニングを取ってもいい。下じゃなくてブッシュ側じゃなくてってことね。ああ、いるな、イブリン。ソル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 。4対3。これはしょうがない。まあ、俺それのロームタイミングとしてもあんまし良くなかったけど、最初にポジショニングとしてフォーカスがばらけてる。お前はジンに向かっていったけど、俺それなんか後から結局
なんだっけ、パイクにフォーカスをチェンジしてるし、最初からどっち狙うかっていうのをお前が決めろよ。お前がフォーカスするんだよ。俺それじゃなくて。わかりました。まあ俺だったらパイクに行ってた。え、今のパイク？うん、パイクがポジショニングミスってたから俺だったらパイクに行ってた。今ローム行っていい？いいよ。ワードワードワード。ここピンク差し返してもいい？奥差した方がいい、奥差した方がいい。今たまたまケインと動けるから。そこまでだな、そこまで。で、グロンプ前だな。そこ刺しても多分見れない。イブリンだから、うん。エブリン、あっち、あっちサイドだ。まあ仕掛けても悪くないんじゃない今。まあウェーブがどうにかなってからだけど。ケイン近いんだけど、ドラゴン触ってんだこれ。まあ2対2勝てるんだったら別にやってもいいと思うけど。ジン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 。ああ、落としただろそれ。ああ、後ろ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 、 TP 来てるよ。トリスに殺されたな。ジンに対して行くのが遅い。パイクがあの位置にポジショニングを取ってたとしても E で逃げられるのが見えてて、ジンが若干前に出すぎてたから、うん、あのタイミングで反転するのがベストだったけど、ちょっと遅かった。まあまあ、二つのこと一緒に考えらんで。ワードのこと考えてたらもうワードのことしか考えられん。敵を倒したぞ。よくやった、後で表彰してやる。うん、ケインが見つかってる可能性あるよ、それ普通に。二人とも上側に逃げてくのおかしいでしょ。鳴らしました。その、うん。鳴らすんじゃなくて、ケインがどういう状況なのか見た方がいい。なんか視界が映ってそうな、まあ、例えばさ、さっきあっち側のグロンプの下にピンク刺さってたの見たじゃん。うん。そこにもしかしたらケインが映るような動きをしてたかもしれないし、それを見て判断したボットレーナーが動いたのかもしれないし。なんかちゃんと奥まで見た方がいい。あんまり他のレーン確認しないな、お前。確認しないとは？どういう面、なんかトップ見たり、トップがどういう状況になってたり、ミッドがどういう状況になってたりするの気にならない？今特にちょっと余裕がない。ああ。特に余裕がない。演技力ないかな俺。いや、まあ別にフラッシュから入っててもいいと思うよ。ジンノーフラッシュだし、結局無理やりっても多分刺さるでしょ。ああ、それダメだ。でこのタイミングでウェーブが押されるのであればカシオペアを狙いに行ってもいいよ。 OK、 もうトリス下がらして。え、押される時に、押す時じゃなくて。うん、押される時だってダイバーないじゃん。なんでダイブはないんですか？ケインが後ろにいるかもしれないから怖くてできないでし
見えないから。で、そんだけ、で、ロームしてって、姿そこでは表せなければ、スレッシュも近くにいるかと思って、多分ダイブはしてこない。なんか、イブリンが近くにいるから離れないっていう思考になっちゃうな。イブリンがいても、まあ、結局、そこにいてもできることないじゃん。だって、レーン押されるのを待つっていうのが、まあ、できる唯一のことだけど、仕掛けらんないんだから。ってなったら、空いてる時間じゃん、それは。押されてる時も言っていいのね。まあ時と場合によるけど、今のは別に動いてもよかった。ジンノーフラッシュだから別に仕掛けてもいいぞ。それ全部入れたら絶対死ぬでしょ。トップサイドにイブリン見えてるし。これカッシーとかは怪我しなくていいの？いや、上にいた、上にいた全員見てない。見えてなかった今。この状況でさ、トリスの位置がさ、正解なわけよ。このトリスさんのポジションにスレッシュがいなくちゃいけなかったわけ、うん、で、こうなったらもうさ、ロームしてもいいじゃん。もうなんかもう、仕掛けらんないんだったら。それ危ないじゃん。意味わかんないじゃん、相手。ちょっと待って、うん、ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。わからん。いつもの俺だったら今の言ってるわ。いや、今のだって意味わからんじゃん。ジン、なんで前出てきたんだよって話じゃん。さっきまでちゃんと警戒し続けてたのに。なるほど、なるほど、なるほど。そういうことだ。ゆっくり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 。ナイス。ナイジ見た？何を？今の俺のプレイ。いや、よかったよ。ナイス。で、ボット仕掛けたじゃん。で、勝ったじゃん。トップに、うん、トップ見た方がいい。あーもうこれカウンターで相手が取れるのがトップになるから。もう鳴らした方がいい。鳴らさなくてもいい。その状況による。今のだったら、ウェーブがしっかり押し切れてて、うん、エトロックスはアルティメットあるから、うん、そんなに危険なことにはなんないけど、あ、ごめん。状況確認した方がいい。もうなんかさ、俺の場合は全部鳴らすとかダメ？それは。ああ、なんかね、怒る人いる、怒る人いる、たまに。そういうことね。何も状況わかんない状態でピン鳴らすと怒る人いる。こっからです。こっからです、ライディさん。上だね、上上上。え、ドラゴンアンドに？じゃあヘラルドサイトだね、正確に言うと。そのドラゴンは相手が早い、うん、今2人殺した後で、で復活したタイミングがドラゴンのタイミングになるから絶対無理。まずこれを壊します。うん、でトップサイドにローテートするときはそのリバーの視界と、まずそこじゃん、そのリバーのブッシュあるじゃん、そこじゃない、そこじゃない、ちっちゃいブッシュ、それミッドレーンが見えなくなった時のために見るから。で、あと奥、ここその一個、ラプターの横、ラプターの横、ラプターのパイクのところ、今ここ、そう、そこ、そこ、そのブッシュまで視界が欲しいかな。多分ピンク置かれるけど、とりあえずは奥引いたら分かるから。で、トライ、トライブッシュは基本的に常に相手が視界取り続けてくるから。ここにピンク置いていいですか？うん、いいよ。で、あんまり前出れない、今。イブリンの位置とパイクの位置分かんないし。で、俺それが危ないね。うん、トリスタのマップよく見れてんな。行くタイミングってこと？うん、今イブリンがちょうど見えたタイミングで行ったから。多分ずっとミニマップ見てる。これも見ます。タワーだね、タワーを殴れ。
レンジサポートは何がすごいって、まあこういう時にタワーを殴れるのがすごいよね、やっぱり。タワーを殴れ。別に、そいつダブル突っ込んできてもお前死なないから。俺はたまに死ぬよ。全員見えてる。俺はたまに死ぬよ。うん、で、ローテしていいよ。ミッドサイド。ああ、いい位置は置くね。俺も置こうと思ったけどね。まあ、ラプターのとこ、ラプターのとこ。ラプターに置いた方がいいのか。あ、まあいい、もういい。もういい。あいつらのアウラいただく。うん、ワーディング別にそっち戻らなくていいから。あー、ここでこれリコール怖くない、うん、これ俺は怖くてもう行かない判断をするんだけど。ね、もう下に見えてたじゃん。まあ別にもう危ないから行かない方がいいけど。じゃあだってさ、もうさ、 E と Q と R 使った後さ、もうすることないじゃん。ミニマップ見ようぜ。ミーと Q、 違う、なんていうの、このリコール、ここで戦闘の終わったやつらが。あ、だからその時ちょうど上と下で同時進行だったじゃん。なんなら下の方が若干遅かったのであるけど。なるほど。はい。集団戦中にさ、他のマップを見、他の点灯を見てる君は。見てる。なるほどね。俺もたまに見るよ。ウェーブの状況とか確認しとかないとどうするかっていうのが決めらんないから、その後に。次ミッドじゃん。まあ、そっちじゃないよね。普通にリバーしか取らないといけないから。え、ここからさ。まあ、カニ。違う、ありえない。ありえないです。敵がいっぱいいたらどうすんで、それ。トップを押すときさ、俺よくここからここにピンクを置くんだよ。まず視界を取ってからだよ、リバーの。さっき言ったじゃん、トップサイド行くときって。あ、もう、ね、ずーっと同じルートなの、必ず。だってずっと同じとこ視界取ってないとずっと同じことされるじゃん、結局。いや、終わった後に。で、今視界が取れてないから、とりあえず前に出れないわけ。そこのトライブッシュにワードがあったとしても、ワードがもし、俺らがこれから刺しても、別にプッシュはできないわけよ。そのパイクの位置にワードが刺さってないと。ここでもいいよね。まあ、そこでもいい。うん、それ危ない。鳴らす。エイトロックスがよくわからんポジションにいる。おお、いいね。バック。トリスタナがある。あー、歌詞やった、これやれてねえの。まあダメージ出せるやつエイトロックスしかいなかったからな。やばばばばばば。なんだろう、前にカシオペア掴んだじゃん、うん、掴んだ後はもう全力でバックだよね。できることないし、通常とかもバロンは、うん、バロンギブだな。あ、やってないか、あんま早くないな、カシオペアがいないからか。やべー、考えること多い。ミッド下だな、ワードと、はい、置くんだったら、うん、まあ、今って相手のリコールタイミングだから多分ダブルで視界取らなくても大丈夫。その相手がもう常にどの位置を走ってるかどうかっていうのを考えながらやった方がいい。で、ドラゴンファイトするかどうか戦う前にどんな感じなのか確認しない。ウェーブしかしない。じゃあ味方のアイテム状況とかそういうのしない。
味方の相手勝てんのかなとか、うん、なんていうの、じゃあ ADC が 何個あるかとかさ、キル差で判断する。ああ、アイテムではしない。 W、 え、あ、トリスに投げたのか。それもう無理だよ、もう無理もう無理。なんでトリスにランタン使ったの？早く寄った方がいいかなと思って。いや、だって早く集団戦に参加させてあげたいなっていうランタンあったんだけど、まあ、ヘートロックス、うん、その戦えるか戦えないかでさ、なんか個人個人で判断が違かったじゃん、うん、今だってトリスターナはさ、ドラゴンギブしてミッドレーンのタワーを取ろうっていう動きをしてて、そういう視界のコントロールをしてるんだなって、サポートがそういう動きをしてるんだなって判断してて、ケインはスチールしようとしてたじゃん、一番下にポジション取って。あのポジションあんま強くないけど、その正面から当たるときにこっちのしなくちゃいけないのはトリスを守ることで、まあ、エートロックスと一緒に中に入ってくるっていうのはまあ別にありやけど、雷神の言ったことを覚えてんだけど、もう試合内容は5秒前覚えてない。いや、まあせめて味方の ADC の育ち具合は確認した方がいいな、最低限。まあタンクとかはまあいいから、もうこの際置いといて、味方の ADC 何個あるのかっていうのは。キルサでリコールしたら IE できますっていう時にさ、戦うのしょうもないじゃん。まあそうね、こういう時は、まあ、まあこれよくある。バロン取られた後のワーディングは、ここは俺いつもこうやってさ、まあ、手前だけでいい、手前だけでいい、別に。ここ押されるの待てばいい。ことか。うん、まあ、そんなんでいい。奥に行って死ぬのがしょうもない。ああ。まあ、下側に置くのはピンクのがいいな。自分が立ってないサイドにはピンクを置いた方がいい。イブリンがいる場合。自分が立ってるサイドだったらトリスターナを守れるけど、立ってないサイド側に置くのはピンクじゃないとトリスターナがああやって捕まる可能性がある。まあイブリンはどこにいるか大体把握できただろうけど、バック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 、それ死ぬくないか。まあまあまあ、1-1だったらアルティメット置いとけばいいのに。あー、今のところね、うん、よくコメントでも言われるんだよな、アルティメットあるよ。バック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 、なんで戦ってんの。なんか雰囲気で戦わなかったか、お前ら今。トリスは見えてたよ、トリスの時間は。今のも戦っちゃいけない。全然びっくりした、なんで戦ってんだろうと思って。バックバック。もういい秒上げ。上げ。別に取られてそんなに困んないし。それフラッシュないだろ。入っちゃえばいいのに。今の入んの。それは入ってもよかった。うん、俺だったら入ってた。ある。決めたし、カシオペアゾネアとフラッシュが落ちたじゃん、さっき。まあ、絶対に逃げられない範囲だし、トリスタナにダメージが絶対に入らない位置から殴れてたから、その状態でトリスタナと敵との間にスレッシュが入れれば、トリスタナがフリーディールしてる中で、ピールしつつ、ダメージ出せる環境ができてたから。あ、これもよくあるんですよ。ワーディングしてるときに ADC が死ぬの。ADC の場所だって見てないじゃん、お前。ADC 今どこにいるか分かってないでしょ。いや、ミッドニーナ見えてるよ。ミッドニーナ見えてる。いや、だってどういう状況なのか見てないじゃん。状況というと。俺ミニマップでは確かに俺も見れてるけど、うん、なんか ADC がどうやってファームしてるとか分かんないじゃん。それは見ないな。どうやってファームしてたらとか、あんの違いが。ポジションをどこに取ってるかだよね。例えば、上側に取ってるとか下側に取ってるとか、なんかそういうところから、細かいところから、なんかどのスキルを使ってるのかとか。トリスタナで言うんだったら Q 使ってファームしてるのか E 使ってファームしてるのかとか気になるじゃん。マジかー、それ
大変だぞエルオイルって。まあさすがにジャンプ使ってるやつはいないけど、Q 使ってるやつとか全然いるし、 Q 使った後のところとかジャングラーが普通に狙ってくる時間帯だから、それは大変だ。これピン鳴らします。僕はピン？ピンです。ピンは鳴らさなくていい。あ、まあ別に鳴らしてもいいけど、そのそれだったらそこのブルーンとかにピンクは刺した方がいいね。イブリンそこにいるでしょって。ヤワだから寄りかかるなと言っただろう。帰る前にワードってやつですね。うん、だって今ケイン捕まっててもおかしくなかったよ。ゾニア欲しくね。トップ落ち。うん。俺。うん。こっからちょっと教えてください。どうすればいいですか。トリスがいいできたっつってるけど、できてるのかどうか確認しない。あ、できてるね。うん、チャットなんて見れんぞ本当に俺今。いや違う、普通にさ、さっきアイできそうなビルドだったじゃん、うん、もうできたのかなって確認しない、普通にできててればさ、トリスさんの守って戦おうかなとか考えられるじゃん、うん、そのなんか戦っていい判断をするべきなのかどうかも俺には分からんよね。アイテム欄俺見れるわけじゃないから、うん、でドラゴンと上げてもいいけど、俺それが下にいて、これもう危ないでしょ、これ危ない危ないね、死んでもおかしくない。で、そうやって動いてる最中にトリスが死ぬ可能性がかなりある。ちょっと待って、どうすればいいの。普通にトリスさんの方見た方がいいね。トリスさんが一番ダメージ出る。うん。てかトリスさんの方にジャングルが来るかもしれないって分かってた。てか100%来るよ、普通。基本来る。イブリンは来るから。もうずっとひっついてた方がいいの。うん。結局のところ、タワーンとか そういうのとかさ、戦えばさ、勝てるわけよ。トリスタナダメージ出るから。で前に出てトリスタナと敵の間に入る基本は。そうそうそう。で上はどうだそれ。うん、まあ、いいんじゃない。ナイス。死の誓いでいいですか。うん、まあ、バロンサイドはリングかな普通にこの時間帯。イブリン死んでるから。ただミッドの真ん中にレーンワードをまず置く。はい。ウェーブの状況がプッシュできてないとバロンサイドに走れないから、プッシュされてる状態でバロンのところのリバーのコントロールできないから、まずここにワード1個置く。んで、そこ。この視界。ピンクを置いてもいいかもな。その、リバーの中は多分無理だから。壊されちゃうから、俺がこれが無駄ピンク、いやまあ今のところ別に置いててもいい。そこにもしワードがあったら壊せてるから、まあ、別にそれはいいんだけど。何をやってるんだこのエイトロックス。あ何をやってるんだこいつら。まあでも強いて言うんだったらもうちょっとバックピンを鳴らした方がいい。強いて言うならね、別にそれはまあそこまでは正直サポートの責任かって言われて別にそんなでもない。バロンギブこれ。うん、いや、ミッドレーンに来てるからラッキーだね。これミッドインヒビターなんて相手いつでも取れるのに。ケインの位置見た方がいい。あいつが視界に映ってた場合あの後殺されるから。位置に動いたら俺はでも動いた方がいいの。ピンを打ってあげるってこと。ランタンを投げに行くってこと。そう、一番安全なルートからね。バック。ああ、無理だな。無理。エイトロックスじゃねえ、ケインにランタン一応投げれるかどうか。ランタン。俺イブリいないこれ。いるけど。いるけど行った方がいいの？いや、まあ、場所は使ってるじゃん。
まあタワーギブかな。まあそうだね、あとイブにいるからピンクさせた方がいいね、今のブッシュ。まあ正面から当たれれば勝てるだろう、トリスタナ育ってるし、トリスタナ守れれば。最悪はイブリンに入られてトリスタナが CC チェーンで死ぬ。でも QSS 積んでるでしょ。まあ結構ちゃんとしっかり守れば多分死なないと思う。魔王界の W とかあれが一番危ない、そこ割れてる。ああ、今多分そんなピンクいらない正直。え、いらんの？うん、まあ別に買っててもいいけど、まあいずれか買うけど、別になんかその今いるかって言われて別にそんなでもない。まあ、それだったらエリクサとか飲んでてもいいかなって感じで戦うじゃんこの後、うん、9割で視界コントロールっつってもできる視界のコントロールがそんなにないから、そうか、ディフェンシブなものしかないから、そうだね、そういうのしてくるね。入ってっても別にまあ悪くはないかな。トリスタナ見つつだね。まあこの後もう暗殺される可能性ないから、間に体入れるぐらいのことだけ思っとけば、とりあえずなんとかなる。いや、そっち行かなくていい。一人で行くべきじゃない。その、下から来るってことないから、基本的に。その、前が襲われてる段階で。裏入りが強くないから、構成的に。今のボットにジンがいても、こっちにワードを刺さないの？刺さない。その、サポートが一人で行って、浮く可能性を、なんか作る方が良くない。一人だけポジショニングが浮いて、例えば今のところにカシオペアがアルティメットインしてきたら死ぬじゃん、お前。それだけで、その、なんか勝ってた集団戦とかがあんまり良くないものになるから。わっ、うん、まあ別にいいんじゃない、そんなに。GA 落としたし、フラッシュ落としたで。これエルダなんだよな。基本はそこから前に進んでいった時に置いていくワードはピンクワードを更新していく方がいいね。まあその赤トリンケットがある間は大丈夫だけど、うーん、うーんって感じ。これはトップサイドか、次トップ来るから。すごいな、こんなに不利になるような試合じゃなかったんだけどな。なんかね、こういう試合が多いんだよ。だって一応レン勝ったじゃん、なんやかんやったけど。でトップサイドも折ったじゃんってやって負けたな。すごいな、なんか。うん、トップかな。ああ、それやばいね。ああ、でもまあマシ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 。あ、オッケーオッケー、別に大丈夫。目離してるうちに生きてたね。最後の最後にやらかしたな。はい、この試合で唯一なんかひでえやらかしだなって思うのそれだな。おお、ナイスフック。終わるかこれ。いや、大丈夫そうだな。やべえ、これ。したした。え？あ、びっくりした。死んだのかと思った味方。うわ、まあ今のトリス守れなかったのはトリスが悪い。イブリン倒した後下がる判断がベスト。
まあ強いて言うんだったらイブリンを倒した後に下がらせるピンで下がらせるっていう、うん、もうまあ別に悪くはなかったかな。スロー重すぎる。ギリスリーンヒルじゃないのか。苦しいよ。俺やんけ。俺ちゃん。またバロンなんだけど。まあ後手後手になるのはしゃあないね。もう集団戦で勝つしかないから。これ取られた後ギブ。やばい、あ、やばい。ギブギブギブ、あ、意味わからん動きしてくるなこいつ。それ捕まったらだってバロン取られんで相手に。意味わからんでしょ。別にそんなことしなくたってバロンは取れたのに。でもスタンミが上側に行ったのがまず良くないかな。なんでそっちから行くの。そういえばどういうこと。ここが一番結局違うだってさ、さっきからずっと言ってるけどさ、レーンのさ視界を取ってから行くわけよ全てにおいて。だってリバント取るのにレーンの視界がないと、もうそれバックでバックバックバック、無理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 、絶対勝てんよその集団戦。ピンク刺しといた方がいいね、そこブッシュに。マジかー。 What? それ バロンの視界を取りに行くときに、そのジャングルの中に視界が取れないじゃん。そのルートを通ると右側が見れないってことね。要するにミッド側でしょ。そう、ミッド側が見れないってことで、そこにワーディングしていくにはリスクがあるわけ。視界が取れてないから基本的には、うん、でそこのでミッドを押してミニオンが押したとこから、うん、一番外側から視界を取っていくの。バロンサイドに行くときはね。でそうするとさ、なんか遅いじゃん。もうそういうバロンに、それそういうワーディングをしていってバロンに届かないなっていうか、うん、時間的に間に合わないなって。だって結局、あの正直今のはバロンはギブで、普通俺だったらギブする。別に行かないし、もう最初からね、まあ、っていうかそのなんかその不利な状況からプラスまで持っていこうっていう考え方が良くない。もともと不利なのになんかその一か八かで逆転みたいなことするのはなんかなんだろうな、このゲーム別にそういうゲームじゃねえからみたいな。もう上げるもん上げて不利なとこからステップを踏まないと普通無理だよね。なんかとりあえずイーブンに頑張るよ、持っていけるように頑張りましょうっていう状態だったのに、なんかバロン取ってでインヒビター全部湧いてこのあと集団戦したら勝てるぜみたいな、そういうことにするっていうのはあんまり、うん、無理だろうな。普通に無理っていうかさ、だってさ見えてないとこからさバロンベイトだったらさ全員死ぬわけじゃん結局、ね、よくあるね、うん、無理してジャングルの中パンパンパンって出回して最後バロンでスタミが捕まって、そうそう、あスタミ捕まったみたいな感じで死ぬんでしょ。別にそれはさスタミのせいではないじゃん。だってそういうルートを取ったらそういう視界の取り方しかできないんだからさ。もう、まあ、でもどこで負けたんだろうな。俺もなんか中間スタミに喋ってたからなんか強烈な負けポジっていうのがよく分かんなかったけど、全くなんか頭が動きすぎてスレッシュっぽいことあんましてないな。スレッシュっぽさはなかったな。なんかランタンを味方に投げるときに気づかれてない、ほぼ乗らないよね俺のランタン。うん、気づかれてないね。
じゃあランタンに気づいてない、多分味方が。多分あることを知ってたら乗ると思うんだよ、さすがに。気づかれてない。資金ですか？まあ、スキンとかじゃなくて、その、見やすくない。置く場所ちょっとずらしてんだけど、アリスターとかさ、乗ってきたら邪魔じゃん。うん、違う、見やすくないんだよ。違う、相手の気持ちになってない。わかる？例えば、なんか、エイトロックスがすげえ襲われてたりさ、ケインがすげえ襲われてる時にランタン投げて、なんか乗らなかった時あったじゃん。うん。エイトロックスはさ、どうやって W を当てるかを考えてるわけ、ずっと。エイトロックスじゃねえや、ケインは、ケインだったら。R で入って、この後どうやって W 打ったら全員巻き込めるかなとか考えながらやってるわけ。だから視界は、エイトロックスから見て、どこに出てから W を当てられる一直線の位置を見てるわけ。そのルート上で目に入るように、ランタンを投げるのが、うまいランタンというか、まあ優しいランタンだよね。なんか適当に近くに投げといたら取りますかってなったら、まあそれはさ、すげえ見れてるやつは取れるけど、見れないよ、基本的には、多分。なるほど。なるほどな。まあ、それはちょっとごめん。おいおいだわ。まあ、そういう細かいのは、まあ、とりあえず投げといたっていうので、うん、なんか満足してたら、まあ、結局乗らなかったら意味ないじゃんっていうところだけだから、別にそれはいいんだけど。レーンの視界を取ってからジャングル。うん、そうだね、基本は。リバーの視界を取ってから、サイドレーンのそのトリブシとかの視界を取る。そう。でかいところはその2つぐらいだった？まあ、大体そこだね。うん、奥に入ってく際にそこの視界がないといけない。まあ、今回は ADC が結構ビジョンに敏感だったから死ななかったけど、なんか前もっと突っ込んでって死んでもおかしくないのかなって思ったけど、どうなんだろうな。あと他のレーンがさ、無頓着すぎるからさ、なんか例えば、今回のゲームで言うんだったら、エイトロックスのレーンをずっと見てたりするわけじゃん、俺だったら。なんかどうなってんのかなって。見ててさ、すげえアグレッシブだったりしたらさ、あ、このタイミングですげえアグレッシブに行くやつなんだな、こいつっていうのが分かったりするじゃん。だからそいつ向けにワーディングを調整したりできるわけよ、ゲーム内で。例えば、エイトロックスこの位置までもしかしたら行くかもしれないから、この位置に、まあ、一応最終、予防線として1個ワード置けるなみたいな、そういうことができるわけ。スプリットクソほどするやつがいたら、ちょっと深めにワードを置いてあげると。そうそう、簡単に言えば、まあ、深くなくてもいいから、エイトロックスのためのワードを1つぐらい置けるじゃんみたいな。あとはなんかエイトロックスが合流してきてタワー裏から入ってきたシーンが1回あったじゃん。でそのまま負けたけどさ、あれ、うん、エイトロックスはさ、もう勝てると思って入ってきてるわけよ、あれは。うん、でも俺らは別にもうなんか戦えるような状態じゃなかったじゃん。うん、なんかトリスタナが一番最初にダメージめっちゃもらって、その後にもうなんか始まっちゃってっていう状態で、二人しかダメージ出せるやついないのになんか始まっちゃいましたみたいな。そういう時はもうなんか自分で分かってるわけじゃん。もうこれトリスタナ戦闘に参加できないなって。うん、したらさ、4対5なんだからさ、もう、その段階で戦闘を全てやめる？まあ最小限の被害で済ませるっていうのがやっぱり一番大事だよね。相手から仕掛けられたら。仕掛けていくときはもう何でもいいんだけどさ、仕掛けられたときの対処がなんか雑。なあなあになってる。なるほどね。そのなんか、なんていうのかな。自分のコールにさ、自信がなくて、なんか座ってる味方がワンチャンなんか AOE めっちゃ当てて、例えば味方にオリアナがいたら、4対5でもまくれるんじゃねえかみたいな。まあ、そういうことをしなくちゃいけない場合もある。けど、基本的には、なんていうの、基本的には、勝てる試合しかやらないのがやっぱり一番大事だよね。うん、まあ、まあそうだよな。それはまあ分かるんだけどな。勝てるとこで戦うから勝つわけで、勝てるか勝てないか分かんないようなところではあんま戦わんし、まあ、でも大体喋ったんじゃないか。まあこの試合で言うんだったら、もうちょいなんかピンの数を増やそうとか、まあ、そういう細かいところから増やせばいいと思うけど。なるほど。まあその3つだな。まず段階で言うと、ワーディングのさっきの2つとピンでしょ。うんうん、そこぐらいは直せるかな、多分。あとスクリームの時も言われてたけど、最後逆サイドでやってたらみたいなこと言ってたもんね、今回の試合で。あ、そうだね、今回も。まあ結局いたじゃん、イブリン。いたおったおった。うん、でそれで負けたじゃん、なんか3対4になって、なんか俺それ来たからっつって仕掛けてさ、うん、3対4で1回負けたじゃん。まあ、チャンピオンなんか何だっていいんだよ。別にベイガーサポートだってやったっていいけど。
そのチャンピオンに合った動きさえできればいいわけで、こんなスレッシュじゃなくたって何だっていいわけよ。これねすごい、これさなんていうのかな、たまにこういうことがあるじゃない、コーチングとか、うん、なんかねショックというか驚くんだよね。俺の感覚でゲームしてる人の方が圧倒的多いと思うの、はっきり言って。嘘つけ。絶対そうだよ。お前みたいな感覚でゲームしてる人の方が少ないよ。どう？どうよ？スタミナ感覚？俺感覚よ。俺なんかね、まあ、どっちかって言うと多いな、うん、すげえなってなるんだよな。いやランタンの位置はねかなり調整した方がいい。正直スレッシュやるんだったらランタンの位置は本当に触った方がいいね。まあ、ADC にランタン投げるとき俺絶対に取れるところにしか置かないもん。取らなかったらブチ切れるけどマジで。でさ、さっきの4対5の話もさ、味方がイクイクピン鳴らしてたらナーナーで集団戦する人の方が圧倒的に多いと思うんだよね。ああ下がれる人がいいレート上がってくんだな。そうだね。だいたいナーナーで始まるよ。だって、ね、ピン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 ってなってなんか集団戦中にその集団戦ってやらかしてる側とやらかしてない側で分離して集団戦終わるなんてことはそうそうないもん。すげえよ。まあ4列するか2列するかの差だよな。もうほんとそこにはそれしかない。まあ普通に2列したってさ、4列したって結局バロンは取られるからさ、被害はでけえんだけどさ、なんかその判断ができること自体に勝率があるよね、やっぱり。まあでももうちょいメイクよりかはなんかその忙しいじゃん、スレッシュやること多くて、例えばランタン投げたりフック投げたりポジショニング警戒しなくちゃいけないから、それよりかはそうやってやるんだ、今みたいにやるんだったらジャンダとかの方が多分強いと思う。でもさ、うん、仕掛ける能力が少なくてさ、うん、なんかって感じしない？じゃ視界が取れれば味方が仕掛けるんだよ多分。まあサポートはそういうロールなんですか。うん。いやだってさ、結構さ今回の試合さ、多分トリスタナの後ろでウロウロしてる時間が一番多かったよ。まあそうね、自分から仕掛けたっていうのはまあ多分レーニングの時だけだよ多分。でもそれはさ正解ではないの、いい敵にイブリンがいる時っていうのは、まあ、うんっていうんだったらさスレッシュじゃなくていいじゃん。まあそういうことだよね、うん、そういうことの話してんだよねっていうことだよね多分。でレーンで勝っても別にその資金格差が離されていくしな。まあ ADC はまあそのままでいたけど多分。まあイニシエとしてはまあ例えばラカンとか、ラカンどうなんだろうな、まあラカン強いけど、あなんならノーチラスの方がいいんじゃないかって思ったよ。 GGTV で使ってたじゃん。使った使った。ノーチラスいいと思うよ普通に。ノーチラス強い、強そう。 牛とノーチラスだ。うん、ノーチラスゲームメイクできるし、なんか安定するし。まあでもチャンピオンの問題ではないな、うん。今回の試合はまあなんかトリスに目離した時とかに死んでたのがかなり痛かったのと、ね、めっちゃ多いのそれ、ほんと人のこと見てなさすぎる。自分を見てる時間が長くない？まあそうね、ミッドの時は比較的見るんだけどね、 TF の時は。スレッシュの時だとね、もう見ない。じゃあスレッシュより TF やってた方がいいのかな。なんかほんと人のこと見てないとさ分からんからな、マジで状況が。なんか予測できない何が起こるのか。だってさ、ミニマップでトリスの場所はミッドいたの分かってたっていうシーンがあったじゃん。あったね。 あれで見てないって言われるんだったら多分俺は一度も見たことないこのゲームで。 ADC の位置でしょ、うん、うん、見てないなと思って。1万時間で一度も見たことないね。その注意の仕方はねしてないね。じゃ移動の予測とかもできないじゃん。なんかトリスタナがどういう感じでさなんか走ってきてるのか分からんじゃん。なんかめっちゃ一直線にボットみたいに走ってきてるのかさ、なんだろう、チラチラ警戒しつつ走ってきてるのかさ、うん、それともなんか
トップに気を取られながら走ってるように見えるとかさ、そういうの。いやーそれすごいぞ。よし分かった。段階をさ、それはどう、それは最優先事項、あとでもいい。いやーまあ別に優先的ではないけど、まあだとするとイブリンはバンした方がいいよね。そのミニマップ上から得られる情報には限界があるから。あ、それはイブリンの時とかシャコの時でオンリーなの？まあそうそうそう、なんかもっと本当にケアしていかなくちゃいけない時だよね。目離してたら死ぬようなのがあったら見ておかないと。なんで見るかっていうとさ、結局のところ自分がイニシエートできないからなんだよね、その情報がないと。自分の動きに関わるから見なくちゃいけないっていうだけで、イニシエートの機会を増やすために見るの。ちょっと意味がわからないです。味方がどうやって動いてるかわかんないとさ、例えばなんかそれはイニシエートじゃなくてうんこですみたいなやつが起こるわけ、うん、適当にフックしたりしたら、うん、味方のその情報が少なさすぎてフックできてない現状で言うと、どこにポジショニングを取ったらいいのかわからないし、で視界をどこを通っていったらいいのかもわかんないし、だからかなりなあな。いや多分うんこしかしとらんな俺は最近は。最近はそうなんじゃない、うん、うんこしかしとらんな。負けてる時はまあ大体そういうもんだよ多分。だからワーディングからかな。まあワーディングからが一番いいような気がする。プッシュしてワーディングっていうのが基本の流れだから、リーグオブレジェンズで。プッシュしてからワード。これを徹底してください。わかりました。